日本相撲協会は26日、大相撲春場所、3月10日初日、エディオンアリーナ大阪の新番付を発表した。横綱は在位16場所目となるテルの富士、32イコール伊勢ヶ浜、が今場所も一人横綱として東に着いた。一人横綱は番付上で14場所連続、3場所連続9場明けとなった1月の初場所は、 13勝2敗で9度目の優勝を果たした。21年九州場所以来の2場所連続優勝で、節目の10度目優勝を果たせるか、今場所も期待がかかる。大関陣には新顔が加わった。昨年秋場所の宝昇流以来となる新大関に、琴ノ若26、26イコール佐渡ヶ岳、が西の序列2番目についた。 佐渡ヶ岳部屋からの新大関は、11年九州場所のこと正義区、玄比での山親方以来で、千葉県出身の大関誕生は56年初場所の松登り以来、68年ぶりとなった。直岳継承、27イコール時は山、は昨年秋場所以来、8度目の角番として迎える。関分けは先場所に続き2人で、 東の大栄翔、30イコール置いて風は6場所連続の在位、三役は7場所連続。西は帰り三役の若元春、30イコール嵐をが2場所ぶりの復帰、三役も2場所ぶりを果たした。小結は共に帰り咲きで、東の阿炎、29イコールころ山は2場所ぶりの復帰で、西の錦木、 33イコール伊勢の海は3場所ぶりに三役復帰を果たす最古結びとなった。大相撲春場所は3月8日の取組編成会議で初日と2日目の対戦相手が決定。10日の初日を迎える。